フアン・アルベルト・スキア・フィーノは、ウルグアイ・モンテビデオ出身の元サッカー選手。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。1943年に CA ペニャロールでキャリアをスタートさせると、すぐに頭角を表しレギュラーとして定着。1946年には、ウルグアイ代表にも選出され、フィファワールドカップ、ブラジル大会の優勝に大きく貢献。決勝のブラジル戦では、 同点ゴールを決めた。また、4年後の FIFA フフワールドカップ、スイス大会にも参加した。1954年には AC ミランへ移籍し、グンナーノルダール、ニルスリードホルム、チェーザレ・マルティーニラと共にスクレットなどを獲得。1957から58シーズンは UEFA チャンピオンズカップの決勝まで進むも、延長戦の末レアルマドリードに敗れる。また、 イタリア国籍を取得し、イタリア代表として試合にも出場した。1960年にエースローマへ移籍、インターシティーズ・フェアーズカップを獲得した。1999年、ワールドサッカー史の20世紀の偉大なサッカー選手100人で70位に選出された。ありがとうございます。